佐藤綾乃は、日本のスピードスケート選手。高崎健康福祉大学人間発達学部、子ども教育学科卒業。全日本空輸株式会社アスナビを通じて2019年4月1日、入社。2018年ピョンチャンオリンピック女子団体パシュートで、日本史上初の金メダルを獲得した。埼玉西武ライオンズ所属のプロ野球選手である、佐藤龍与は、 同学年の重定。1996年、北海道厚岸郡厚岸町生まれ。厚岸町立新流小学校1年生の時から、スピードスケートをはじめ、厚岸町立新流中学校3年時に出場した、第32回全国中学校スケート大会では、女子戦5 0 0メートルと3000メートルで優勝。2012年、北海道奥路北洋高等学校に進学。 高校在学中の2013年、世界ジュニアスピードスケート選手権大会において、高木美穂、豊井沙織と組んで、女子、チームパシュートで、金メダルを獲得し、高校3年時のインターハイでは、女子1500メートル &3000 メートルを制覇して2カモーに、輝いた。2015年、高崎健康福祉大学人間発達学部、子ども教育学科に進学。 大学入学後に出場した2016年世界ジュニアスピードスケート選手権大会では女子マススタートで優勝を飾った。2017年は日本代表として2017年アジア冬季競技大会に出場し、個人として女子3000メートルで銅メダル、女子マススタートで銀メダルを獲得し、チームパシュートでは押し切美咲、高木奈々と組んで金メダルを獲得した。 2017から2018シーズンの ISU ワールドカップシリーズでは、ソルトレークシティ大会で、高木七、高木美穂とチームを組んだチームパシュートで2分50秒87の世界新記録をマークした。2017年12月の大会で転倒し、全治3から6週間の右足親指の骨折と診断されるも、その後の再検査で骨に、微比はなかったことがわかり、間もなく、 練習を再開、ピョンチャンオリンピックには間に合う見通しとなった。2018年、ピョンチャンオリンピックに出場。スピードスケート女子3000メートルで8位入賞。高木奈々、高木美穂、菊池彩香と出場した女子団体パーシュートでは、対オランダ決勝戦を高木姉妹と出場して、オリンピックレコードとなる2分53秒89で金メダルを獲得した。 女子マススタートにも出場したが、準決勝で直前走者が転倒。自身も巻き添えにあって転倒し、左肘や顔面を痛打し、競技を棄権した。同年春の法奨で、四十法賞を受賞。2019年、高崎健康福祉大学を卒業し、4月1日付で、全日本空輸株式会社に入社。ありがとうございます。